こんにちは、伊藤チャンネルです。5月30日になりました。日曜日のお昼いかがお過ごしでしょうか。私はですね、11時にね、開店と同時に非常にね、串揚げ食べたくなっちゃってね、串揚げが食べたいと思って、串屋物語って串揚げ屋さん行ってきましたね。食べ放題なんですけど、衣つけてね、テーブルの上で揚げながら食べるやつなんですけど、まあカップルが多いですね。はい、あそこのお店はカップルが多い。大体カップルがね、イチャイチャしながら食べてますけど、僕ね、一人で行ったんでね、一人でむしゃむしゃ食べてましたけどね。で、あそこのお店って野菜結構多いんで、まあエビとかね、鶏肉とか豚肉とか牛肉とかあるんですけど、まあ僕もね、最近ちょっとね、肉系食べすぎててちょっとお腹もたれてるんで、今日はね、串揚げなんだけど、ちょっと結局野菜メインにして食べましたね。ね、結構美味しいですね。やっぱり揚げたてっていうのがね、一番大きくてね、揚げたてだったら何でも美味しいですね。で、もうね、揚げたては食べるもんだからね、もう口の中の火傷が今ひどくて、もう口の中の皮がね、むけまくってますね。ベロベロですね、口の中のね。まあそれもね、含めてちょっとね、雰囲気を味わったということで、ぜひね、皆さんも串揚げ食べに行ってみてはいかがかなと思います。もうね、40代が食べる食べ物ではないですけどね、多分夜中胸焼けするんだろうななんて思ってますけどね。まあ途中から油嫌になっちゃってね、もう油嫌だわって言って、ね、サラダ食べ出すんですけど、食べる順番逆じゃねえかって話なんですけどね。油っぽいものがダメだから今度サラダ食べ出すっていうね、先にサラダ食べるの普通じゃねって思うんですけど、まあそういう、謎の食べ方をしてきました。でね、もうね、なんかやっぱりね、脂っこいもの食べた後お酒飲みたくなっちゃってね、ビール一杯、500cc のね、ビール一杯飲んでね、ほろ酔い状態で今始まっております。はい、何やってんのかっていう話ですけど、はい、ということでね、今日はね、何するかというと、視聴者さんから GT キングでね、動かないソフトがあるってことで、まあちょっとその動かないソフトの様子を見ながら、まあちょっとPC ボックスの方で同じソフトを動かして、動くのかっていうものと、あとまあちょっと軽く動作検証でもしていこうかなと、PC ボックスの方のね、っていうお話をしていきたいと思います。じゃあね、早速やっていきます。はい、じゃあ1本目早速ですけど、エネミーゼロ、GT キングで今エネミーゼロを動かそうとしてます。今読み込んでますね。はい、E0 ですね。エネミーゼロの、ディスク0から始まるんですけど、0はね、ムービー、オープニングムービーだけなんで、ディスク1から始めてます。あ、ロートじゃないですね。はい、で、まあ初心者用でいきましょうか。で、こちらのソフトがね、画面が真っ暗になるって、動くんだけど画面真っ暗ですって話の症状が出てるらしいんですよね。僕も今回初めて起動させてます。で、昔ね、もうこれが穴が開くっていうか、クソ難しいんですよ、このゲームって。めちゃめちゃ難しくて、まあ、このローラちゃんがね、主人公になります。ワープのね、ゲームといえば D の食卓からずっとこのローラが主人公ですね。金髪の美少女ローラですね。はい、こんな感じで、始まるんですけど、こうやってアドベンチャーパートですね。こんな感じで、なんかいろいろね、見て回れるんですけども、廊下出ると、まあちょっとゆっくりなんですけどね、はい、廊下出るとよいしょ、もう真っ暗だっていう話らしいです。実際どうなのかっていうことで行こうと思ってるんですけど、ちょっとアドベンチャーパートが抜けられないですね。なんか取らないとダメかもしれないですね。これですね。で、このエネミーゼロっていうゲームは、なんて、どんなゲームかっていうとね、敵がね、見えないんですよ、実は。全く見えない。で、生体反応を、生体反応があると、ピン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 って音が鳴るような感じになるんですけど、そういうデバイスをつけるんですけど、その音が鳴ったのが、だんだんね、その生体兵器が近づいてくるとね、ピン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 って音がだんだん激しくなるんで、その激しくなったタイミングで銃を撃つっていうゲームで、かなり難しいと思いますよ。はい、こんな感じで、ちょっとね、今ね、デバイスつけて、こんな感じで早速行こうということで、ここでもうね、暗くなっちゃうらしいんですよね、画面が。暗転しちゃうっていう話です。乗務に次ぐ、乗務に次ぐ、本線は緊急プログラムが発令されています。これは今もうあれなんですかね、暗転してるんですかね。真っ暗ですけどね、今ね。そうですね、歩いてる動作は音は聞こえるんですけど、画面が真っ暗ですね。なので、これはね、
はい、そうですね、安定してますね。もう幕放送事故みたいになってますけど、はい、こんな症状が出るっていうことで遊べませんっていうことらしいです。これはね、再現してますね、僕の方の GT キングでもね。はい、これはね、遊べないんで、これがね、PC ボックスで動くかどうかっていうのをまず見ていきたいと思います。はい、じゃあ今度はね、スーパーキー PC ボックス、スーパーコンソール X PC ボックスの方でね、エネミーゼロ起動させております。はい、起動しましたね。起動は大丈夫そうですね。問題はね、さっきのとこで画面が出るかなんですよね。はい、ニューゲームでいってみたいと思います。はい、もちろん難しいんで、初心者用で初心者用のやつでもね、クソ難しいんだよね、このゲームね。もうね、すごい難しいですね、このね、エネミーゼロだけはね。でもね、もう一回やりたくなるんですよね、このゲームってね。かなり世界観が特徴あってね、いきなりね、あの密室のところでね、目覚めるんですけど、ローラーがね、うん、これもさっきの画面に、ここはね、大丈夫そうですね。はい、無事装着しました。で、またさっきのね、まあいろいろここら辺のアイテム取りながら行くんですけど、まあね、ここら辺ね、やっぱり動作、今のゲームとの時はね、スキップできるのに、こういうところのムービーがスキップできないのがね、この当時のゲームですよね。やっぱね、開発者側としてもね、ムービーはスキップしないで見てほしいっていう気持ちが強いんでしょうね。うん、これでね、マップの情報のやつですね。はい。マップの情報か、生態のやつだったかな、ちょっと忘れちゃったんですけどね。はい、これ生態のなんかですね、反応器ですね。うん、ローラ可愛いですね、今見るとね、うん、なかなかのね、あの30代前半ぐらいのお姉さんかななんて思ってたんですけどね、まだ若いんですかね、設定上20代なんですかね、うん、はい、これでここで出た時にちゃんと画面が表示されるかですね。ここは時々の瞬間です。はい、じゃあ出てみますね。表示されるかな、暗いか。あ、出ましたね。あ、やっぱり PC ボックスのはね、ちゃんと出ますね。これが元の位置ですね。ちょっと走ってみますね。ほら、出ますね、ちゃんとね。うんうん。ちょっととりあえず、全身あるので、ね、まっすぐだけ行ってみましょう、ね。敵出るとこまで、ね、やるとね、結構時間かかるんですよね。もう直線長いですね。今となっちゃね、なかなかまっすぐ行くと何もないのかな。何もないみたいですね。隔壁があって、このムービー一つ一つね、スキップできないっていうね。だからね、結構時間かかるんですよ、このゲームね。突き出ればいいんですけどね、ちょっと酔いますよね、この視線ね。うん、今やると酔うね。酔いますね。当時こういうところ注意してないですからね。うん、酔いますね。なかなかまっすぐも歩きにくいし、酔うね。 3D 酔いしますね。この上下運動がちょっと 3D 酔いしますね。はい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 。まあ一応ね、多分ね、これ最後まで遊べるかなと思います。こんな感じですんでね、今のところ安定もしてないんで、うん、ちょっとね、マップがないから悩んじゃったりしますけどね。ここでなんか、なんかまた新しい場所に着きましたけど。はい、こんな感じですね。はい、なんかアイテムが落ちてそうな感じの場所。チャージシステムですね。なんか武器をね、レーザーガンみたいなやつ入手するんですけど、それをね、多分チャージする場所ですね、これはね。ここはまあ、鍵かかってるって感じですかね。うん、入れないですね。はい、こんな感じでね、とりあえずエネミーゼロはね、多分ちゃんと遊べるかなと、PC ボックスではね、いけるかななんて思ってます。これも、はい、これで新しいところ。こんな感じで。チャージシステム、ここにありますよってことで。なんかね、うん、銃かなんかね、取ったときにここでチャージできるんですよ、確か。今効かないんでね、銃持ってないんで。はい。っていう感じですね。エネミーゼロってセガサターンだけですよね。うん、プレステでは出てないはずなんで、確か。はい。
これね、セガサダンオリジナルのゲームですので、ぜひね、これを見て、ちょっと遊んでみようかなと思って、いう方いましたらね、ぜひ遊んでみていただければなと思います。はい、またセガサターンのね、GT キングの方に戻ってます。で、GT キングでコットンブーメランっていうゲームあるんですけど、コットンブーメランですね、これですね。遊べるんだけど、ちょっと画面がおかしいってことで、あ、かわいいですね、ちょっとね。中でコットン。ね、まあ、こんな感じで、自分のキャラがいるんですけど、まあ、シューティングゲームですね。はい、という感じのコットンなんですけど、これがね、遊べるんだけど、ちょっと画面がおかしいということで、連絡来てます。今ね、GT キングですよ。これ GT キングでね、なってます。で、ですね、まあ、とりあえずキャラクター3人選ぶんですけど、コットンもね、もうすでに3人いるんですね。で、アップル、シル、ヌードル、なんて感じで、まあ、コットン3人選んでましょう。もう、ショットのね、あれが違います。で、これをね、遊んでいくとどうなってるかっていうとね、序盤で出ると思います。これはいこんな感じですね。あれ、ちゃんと遊びてるじゃんって話だったんですけど、なんかおかしくないですか。何がおかしいかって言ったら右上、左上ね、間違った、左上、ちっちゃい画面がね、出るんですよ。コットンのね、同じゲーム画面のね、ちっちゃい画面が、ね、出て、初めてやる人はね、あれ、これ普通の、なんかあるんじゃないのっていう、これが普通なんじゃないのって思っちゃうかもしれないけど、普通にこの左上の出ないんですよ。なんだこれって、左上にね、スピード画面が出てるんだよ、自分のプレイ。あ、遊べるっちゃ遊べますよ、当然ね。遊べるっちゃ遊べるんですけど、やっぱもう別に左上にあってもちょっとね、重たいなっていうのもあって、でこれもね、投げます。おいよ。敵をね、こうやって投げつけてるみたいなわけですね。なので、かなり重たいゲームで。こんな感じでね、左上にね、なんかおかしな、画面の分身が出るこう心霊現象みたいな、ね、状態になってますんで、これもね、ちょっとスーパーコンソール X の PC ボックスの方でね、どんな状態になるかっていうのを調べていきたいと思います。左上ね、なんかおかしいですね。はい、左上なんかコピー画面が出てますね。はい、はい、じゃあ続きましてですね、コットンブーメランですね。こちら PC ボックス左上に変なね、ちっちゃな画面が出てね、おかしな感じだったんですけど、こちらの PC ボックスの方ではね、どうなってるかっていう感じで見ていきたいと思います。またキャラクターになるんですね。まあ、ホットンで3人でね、いきたいと思いますけど、どうでしょうかね。はい、今読み込んでますね。結構重たいゲーム。はい、あ、大丈夫ですね、こっちはね。はい、こんな感じでね、左上にね、本来何もね、キャラクターだけ表示されるような感じでね、でキャラクターを交代しながらね、まあ派手ですけど、はい、こんな感じで遊んでいくゲームなんですけど、まあ左上にさっきのね、画面がないので、結構遊びやすくてスッキリした感じかなと思います。攻撃方法があって、よし、こんな感じで投げて、レベルアップ、ね、シューティングなのにレベルアップしてるんですよね。レベル3に、こんな感じで交代して、ボス戦ですね、早いですね。関節で動くようなボスになると大きいですよね。あと一撃ダメージで危ないわ。次々ねコットン狩りが行われてます。やっぱりちょっと交換すべきというところではなかったので、高いね
バリアレベルの高いやつを入れるんですけど、ね、あーやられちゃいましたっていうことで、コンティニューでね、まだね、好きなキャラクターを選べますけど、いきなりボス戦が強い。武器はね、なくなりましたね。かなり動く。はい、こんな感じで倒しました。結構ね、快適にね、遊べるかななんて思いますけどね。はい、お茶がね、いっぱい来てる。ハットリくんのあの、ちくわ、取るシーンで、ね、何の話してるかよくわかんない人多いと思うんですけど、ハットリくんのね、ちくわがね、いっぱい降ってきてる。ちくわ、思い出しましたね。はい、目の目がいっぱい。きれいですね。今度ね、このコットンがね、スイッチかなんかでね、リメイクっていうか、セガサタンコレクションみたいなのが出てね、これが収録されることになってますんでね、ぜひね、皆さん遊んでほしいですね。結構面白いですね、これ。よいしょ。はい、つかみました。ああ、ちょっと。こんな感じでね、コットンもね、コットンブーメランも入ってます。はい、こんな感じで、ちょっと最後にしてみよう。もう多分ね、速攻でやられると思いますけど、難しいんだよね、このゲームね。わーっとっとっとって感じで、はい、やられてしまいました。これもね、左上に変な邪魔もなく、ちゃんと遊べるかなと思います。はい、じゃあ続きましてですね、ゴールデンアクスデュエルですね。はい、アクスプロジェクト3っていう感じ。呪われしがあるこゴールデンアクスデュエルですね。セガのゲームになります。でこちらがね、ですね、表示キャラがバグってますって話であって、これもね、あれですね、GT キングの方で表示されてます、ちょっと進行キャラ使ってみます。なかなか切れ味のいい敵のね、ハイレグ具合ですね。反り残しがないかちょっと気になります、ね、何を言ってんだって話ですけどね。うん、どうかな、キャラクターは。あ、もうバグってますね。あ、ちょっとね、書きがひどいですね。書きがひどい。一応ね、遊べるっちゃ遊べるんですよ、これで。ただ表示がちょっとひどいんで、これでずっと遊び続けるのはどうかなって感じです。昇竜拳波動拳ですね。コマンドは昇竜拳波動拳。ただちょっとやっぱりね、この表示だとちょっと残念ですね。はい、わかりました。じゃあこんな感じになってるんで、これもね、PC ボックスの方でどうなってるか見ていきたいと思います。はい、はい、じゃあ続きまして、ゴールデンアクスデュエルですね。はい、こちらも先ほどね、キャラクターの画像が、あれですね、欠けてたっていうことがあって、どうかなっていうところですね。はい、あ、結構できてますね。起動は大丈夫です、ね、まあこれもアーケードからの移植ですんで、まあ動作はするかなとは思うんですけど、なかなかね遊べるゲームですけど、はい、こちらの PC ボックスで起動させております。同じキャラ使ってますよね。なかなかごついおっさんですけどね、ゴールデンアクスだからね、当然ですよね。はい、どうかな、どうですかね。あ、これはもう完璧に綺麗に表示されてますね。はい、あ、これは綺麗ですね。これはいいですね。これはさっきチカチカしないですね。結構スピード感ある。正直な動線コマンドが大事です。カメラ位置でちょっと出てましたね。やばい、いきなり敵が強い。
うん、これはちゃんと遊べますね。結構ね、流行ってますからね。次から次へと増えてきました。ゴールデンアクセもついに通常関係になったかと思いました。難しいな。強風の位置がね、LR になっちゃってるからちょっと使いづらいですね。はい、こんな感じでね、これもね、見ての通りね、賭け一切なしですね。よくね動かしたわって感じですね。はい、文字化けもないですね。やばいキャラでしたけどね。はい、てな感じでございます。はい、ということで、まあとりあえずね、スーパーコンソール XPC ボックスではね、 GT キングでちょっと動作に異常があったやつは全部ね解消されて、正常にね動いてるっていうところは確認できました。で、まあ今日ねちょっとね、もうちょっとやりたいなと思ってて、スーパーコンソール X の PC ボックスで今新しくね、ファンタズムっていうソフトを入れたんでね、驚異のね CD8 枚組ですね知る人ぞ知る驚異の8枚組でございます。まあ、これがねどんなゲームなのかっていうねお話なんですけど、まあホラーゲームですね。まあホラーなんですけど、まあ結構ね、アメリカンな感じの海外ゲームになりますね。ちょっと怖いゲームになります。まあね、ぜひねこれはね遊んでほしい8枚組ですからね、もう大容量爆発してますからね。こんな感じでね始まります。これねなんかセーブデータかなんか選んでるのかな。はい、こんな感じで、ね、始めていきます。ハードオアイージー、イージーですね当然ね。ハードでこんなのやったらもう死んじゃいますね。一応ね初めて見る方が多いんじゃないかな。シャッターワンですね。こんな感じでね、屋敷に結構ね、この女の子女性の方が主人公なんですけど、でこれでいろいろ今グリグリって動いてる十字架みたいなのを選択して。その女性をね誘導していくっていう話です。でも当然ねこちらのゲームね結構ねえぐい表現がいろいろあってね、それで18禁のゲームになってますね。ただねやっぱり表現の幅が広いですね。たっぷりついで面白い感じになると思います。夕べは眠れなかった。いいですね。私も悪い夢を見たわ。忘れましょう。ん、早速 主人公の女性と男性がイチャイチャ。引っ越しして初めての夜だからかもね。そうね、この家君が悪いわ。確かにきっと変わり者が建てたんだよ。あら、パツ、猫飼ってるんですねいいかね。大豪邸にね住んでんですよこのね。今日は予定は荷物の片付けをしたり家を探検したりするわ。あなたは？2階のバスルームなんだけど、写真の現像にちょうどいい。暗室に使うよ。ということで、ね、引っ越してきたばっかりなんですよね、いいこの2人ね。その箱は？さあ、何かしら。開けてみるわ。まあ、海外でよくありますよね。なんかこう、家買ったらいいんだけど、事故物件だったみたいなね。ほら、見て。何？ね、結構ありますよね、そういうのね。で、なんか家の中からいろんななんかやばいもん出てくるみたいなね。そういうね、ゲームですね。覚えてる？ああ。ワクワク感ありますよね、ハロウィンの贈り物だね。また、ボケて。あの夜、私にプロポーズしたわ。そうだね。そうよ、覚えてるよ、忘れるものか。なんかイチャイチャするね、これ。許してあげて、勝手やってろって感じですけどね。今日はやることがたくさんある。さあ、て仕事にかかろう。これは俺が持ってるよ、記念すべき夜の思い出に。あまり根を詰めないように、じゃあね。あれしようね。はい、なかなかね脅威の8枚組なので、僕これちょっとね最後まで遊ぼうかなと思ってますけどねかなりねちょっとね
癖は強いんだけどね、遊んできてなーなんて思ってるんですけど、これ見ての通り、これ女性をね、このカーソルでね、誘導する感じですね。はい。で、今ね、早速、こう赤くなったところで誘導できるんですね、こうやって。で、まあ、なんていうかね、クロックタワー形式ですよね。クロックタワーみたいな感じのゲームになってます。こんな、こうね、調べてくれ。まあ、場所によってやばいもん出てきたりするんでしょうね。罠があったりとかね。でなんかこういう中見てくれとかね。何入ってんだこれっつってね。まあ、いろんなやばいもん出てくるんでしょうね。こういう屋敷、引っ越してきたばっかりでね。家具付きの物件ですからね。自分たちのものじゃない。家具付きの物件買ったらね、当然やばいもん出てきますね。こういう扉の方とか行ってみましょう。僕もね、こういうとこドキドキしながらね、やれるゲームなんでね。面白い面白くないは分かんないですけどね。いろいろこういう操作がめんどくせえなっていう方もいらっしゃれば、これが逆に結構面白いなっていう方もいますからね。言ってる僕ね、激ムズソフトのね、ミストっていうゲームあるんですけど、激ムズなんですけどね、あれね。あれ僕クリアしてますからね、あれ。小さい頃って昔ね、あれクリアしましたからね。もう難しくて難しくて、あれもノーヒントでなんとかクリアしましたけどね。あれはあれでね、解いた時の気持ちよさっていうのがあるんですけどね。ああいうゲームのね、面白さってありますよね。で、ここにね、床にね、なんかね、扉があったりしてね、これがね、今、開かねえなってなるんですよね。開かねえっつってね。これ開けたら絶対やばいよねっていうところですよね。いいですよね。この直立出しの女性がいいですよね。ではちょっと一回戻りましょう。こんな感じでね、女性をね、誘導しながら遊んでいくゲームになります。で、ちょっとこっちの方行ってみましょうか。あ、今閉めてますね。アクティブになるので。で、こんな感じになりました、ね。まだね、マップがね、いろいろね、いっぱいあるんですけどね、ちょっとね、こっち行ってみましょうか。もう、ほんとクリックしながらね、探り探りやっていくって感じですね。奥行きますかね。奥に行きましょうかね。ほんとやばいですよね。なんか冷蔵庫みたいなところですかね。まあ今はね、こんな感じですけどね、多分後半、徐々にやばくなっていくと思うんでね、そういうところをドキドキしながら、ね、ちょっと奥行ってみましょうかね。屋敷を探検するわって言ってるんでね、もう何があんだって言うか、もうすげえでけえよこの家っていうね、想像以上にでけえよっていうところですね。暖炉なんかあったりしてね。でやばいやつの絵がね、やばいやつ絶対僕この物件買わないけどね、こんな物件あったらね、値段によるかな。でもね、だってこんなの管理大変じゃんって思いながらね、木は選べないですね。なんかあるのかな？これなんかある、なんかありますね。これ何ですかね、棒みたいなのありましたけどね。ここにね、なんかね、マダムみたいな絵がありますよね。これ選べないですね。マダムみたいな。あ、選べますね。マダム。あ、やばいですね。これ相当やばいですね。これね。やばいですよ、これ。家買ってこういうね、謎の人の写真がある家ってもう買っちゃダメですね。もう絶対何かあるっていうね。本当ね。もう怖いですよね。もうこれだけで怖い。っていう感じでね、このクロックタワー形式でね、話を進めていくゲームになりますので、ね、ぜひね、ちょっとね、皆さんにもこれやってほしいですね。見つけたら。結構ね、レアなゲームではあるんですけど、僕はね、ちょっとこれやり続けていこうかななんて思ってますので。はい。ということで、ね、今日はね、このファンタズムちゃんと動くなっていうところも含めてね、鏡とかもやばいですね。大きな鏡ね。はい。ファンタズムちゃんと動くってこともあってね。これちょっとホラー系のゲーム僕好きなのでね、今後もね、遊んでいこうかなと思ってます。起動もね、バッチリいいかななんて思っております。はい。っていう感じでございます。はい。ということでですね、今日はね、GT キングで動かなかったっていうか、まあ動いてはいるんだけど、ちょっと動作不良を起こしているものを、
PC ボックスで動かしたらどうなるのかなっていう動作です。動作検証になります。まあ、プラス最後にね、ファンタズム動かしましたけど、はい、僕の好きなゲームですけどね。はい。で、とりあえずエネミーゼロは、あれですね、普通のフィールド画面だと真っ暗になる症状だったんですけど、これがね、PC ボックスだと正常に動いてるっていう確認が取れました。あと、コットンブーメランね、こちらもね、左上にね、ミニのなんかちっちゃい自分の画面が二重に重なってるって状態ですね。ちっちゃい画面がね。それもね、PC ボックスだとなくなってて快適に動作してるかなっていう状態でした。で、最後にね、ゴールデンアクスデュエル。こちらもキャラクターが化けになっちゃってるっていう症状が GT キングであったんですけど、こちらもね、PC ボックスだと普通に正常に戻っててね、普通に遊べる状態になってたかななんて思います。で、最後に遊んだファンタズムは、これは単純に僕が8枚組だからちょっと遊びたい。ホラーゲームだから遊びたいっていう感じで、ちょっと起動チェック気になったんで起動させたっていうので、感じなんですけど、まあ、これもちゃんと遊べそうですね。すごい面白そうだったんで、僕ちょっとこの引き続きアメリカンチックな屋敷をね、探検していきたいなって思っております。はい、ということで、このね、スーパーコンソール X、PC ボックスですけど、バングッドさんで6万1000円ぐらいかな、今、ちょっと値上がりしてまたね、6万1000円ぐらいになってるんですけど、まあね、なんだろう、セガサターンゲーム遊ぶんだったら、もう今のところ、動かなかったのルナシルバスターストーリーの MPEG 版だけですね。それ以外はね、ほんと全部動いてます。本当にこれ、すごいですね。素晴らしいとしか言いようがなくて、動かなかったっていうのは今までなくて、なかなかの完成度です。はい。これぜひね、皆さんにもね、ご購入検討していただければなぁなんて思います。最近ね、結構ね、YouTuber さんの方、他の YouTuber さんの方もね、結構ご購入されてて、レビュー開始している方が結構多くてですね、やっぱりそこでもね、なんだかんだね、皆さん買ってよかったっていうコメントなんですよ。結局ね、いやこれダメだなとかさ、PC のスペックばっかり見てる人が多いんですけど、実際買ってよかったなっていう声がね、いっぱいあってね、でね、ご購入されたユーザーさんかの視聴者さんからもね、買ってよかったなっていう声がいっぱい届いてます。はい、なのでね、僕もね、これおすすめしたいと思います。はっきり言ってね、セガのゲーム、セガファンにはね、持っててマストバイかなと思いますね。セガファンの方はね、でスーパーコンソール X PC ボックスではあるんです、 PC ではあるんですけどね、まあ、ポリメガ買うよりはいいかななんて思います。はっきり言ってね、もう今は僕ポリメガはもうね、キャンセルしようかなと思ってますんで。はっきり言ってね、はい、もうあれ発売しないと思ってるんでね、あれキャンセルして、こちらで、いいかななんて思ってます。はい、ということで、今日はね、こんな感じで終わりたいと思いますが、今後もね、動作検証してほしい内容ありましたら、コメント欄にね、いただければと思います。あと、ご質問に対してもね、動かないとかは結構あるとは思うんですけどね、GT キングとかスーパーコンソール X とかの扱いのところは、ちょっとね、特に動かない、根本的なシステムのお話についてはちょっと最優先で、やらせて いただこうかななんて思っております。はい、ということで、今後もこんな感じの動画、流していきますので、まあ、よかったと思えばグッドボタンを押していただければ幸いです。あとは、そうですね、チャンネル登録もしていただけると嬉しいです。はい、ということで、こんな感じで今日は終わりたいと思います。伊藤チャンネルでした。ありがとうございます。